あのー、リクソンさんはリク家の当主なんですよねええナオトラ殿もいい家を守っているのでしたね色々いろいろ気苦労も多いでしょうそ,そんな私なんて至らぬところばかりでリクソンさんのようにきちんとできなくてお恥ずかしい限りです私など若輩者 ままだまだ学ぶことばかりですそれに直虎殿は十分立派に務められていると思いますがとととんでもないです立派だなんてそんな私もっともっと頑張らないと家のためそして主君のためにさらに力をつけたいその気持ちは痛いほどよくわかります <laughs> 私たちは似た者同士なのかもしれませんねこれからどうぞよろしくお願いしますははいこちらこそよろしくお願いしますああのリクソンさんリク家には家訓ってありますか家訓ですかすぐには思いつきませんが いい気にはあるんですかはい例えばいいけかくん当主は代々受け継がれた鎧を身につけるべしその鎧のことですかはい本当はちょっと恥ずかしいんですがでも代々の当主の誇りを受け継いでいると思うと気が引き締まる思いです そうですか代々のどう見ても新品ですがああの考え込まれてどうしたんですかいえ私も家訓を作ろうかと考えていたんです例えばそうですねその人が幸せなら嘘を見抜いても隠し通すべし でしょうかななるほどよく分かりませんが優しくて素敵な家訓だと思います <laughs> そう言っていただけるのであれば私の判断は正しかったようですね蓮子さんってすごいですよね強いし優しいし美人だし。 日のどころがありませんそれに比べて私はいい家当主としては頼りないし息子の方がしっかりしてるしナオトラどのそんな風に言わないであなただって強くて綺麗でとても魅力的だわででもレンシさんみたいに完璧じゃないしまあ 私が完璧だなんてそんなことはないわ弱点だってたくさんあるものえっ当ですかぜひ教えてください <laughs> そうねもう少し仲良くなったら特別に教えるわふんうまくはぐらかされちゃいました さん、私たちってもう仲良くなれましたよねええもちろんだったらあの電子さんの弱点教えてくださいお願いします分かったわ私の弱点は大切なものを失うことそうなったら多分立ち直れないわふん そうなんですかいやあのじゃなくて私が聞きたいのはその大切なものなんですかわいいお人形とかですかそれともお気に入りの装飾品とかあもしかしてお料理道具とか <laughs> 残念だけど全部外れね。 よく分からずじまいですなんだかとっと疲れちゃいましたまあだからって倒れたりしないでね私、きっと立ち直れなくなってしまうから「ナオトラ」と言ったか貴様はアフロディーテの腕輪を使っているらしいな。 アフロディーテさんってどんな方なんでしょうかオリンポス一美しい女神だ一目見ればその姿を忘れることなどできないそれぐらい魅力があるそそんな素敵な女神様の力をお借りしてしまってすみません私なんかが不釣り合いですよね悪いと思っているなら まずその卑屈な態度をやめてもらおうあれは誇り高い女神だ自分が選んだ人間がそうも謙遜していては気分を害するぞすすみまんああ謝っちゃいけないんですよねそれに腕輪の力を借りた貴様の姿は悪くないあいつが選んだだけのことはある それをきちんと覚えておけいいなははいすみませんって今のもしかして褒めてくださったんでしょうかナオトラ、近頃腕輪の力を使っても堂々と戦えるようになってきたではないか 恥ずかしがりすぎていたら敵に勝てないので格好のことはなるべく忘れるようにしましたふん、<laughs> それでいい格好に気を取られ戦場でいらぬ怪我をされても迷惑だああのー、それって心配してくださってるんですよね貴様バカにしているのか 心配でなければ誰がこんな余計なことを言うものか確認しなければそんなこともわからないとはな貴様は人間にしてはそれなりに見どころがある戦力を減らさんためにも常に気をつけておけいいな、はい、あいアレスさんって。 分かりづらいですけど本当はいい神様なんですね。